新四国曼荼羅霊場は、徳島県、香川県、愛媛県、高知県にある7つの神社と81の寺院による88箇所の神仏合体の霊場のことである。掛け軸のお札1989年に四国の寺院、神社が集まり改装された。霊場寺院は5つの部会に分かれており、第1番第6番及び第71番第88番が、徳島部会。 第7番第24番が、香川部会。第25番第54番が、愛媛部会。第55番第60番が、高知部会。第61番から70番が、中央部会となっている。東霊城会では、神仏の力を結集して、マンダラの世界を作り上げたとしている。霊城は五部の道場で構成されており、地、火、水、風、空の道場すべてを巡ることで、 マンダラの力を得ることができるとされる。霊場会の最終目標は、マンダラの思想が全世界に広がることで生物の力が結集し、世界平和に貢献する、ということにある。札所の順番は、徳島県から始まり、香川県、愛媛県、高知県、徳島県となっていて、四国の代表的霊場である、四国十八箇所と逆方向の順配となる。 農協は、バインダー式農協帳で、不在事院の場合あらかじめ墨書き主印をされた用紙を、いただき料金箱に、農協料を収める。閉じられた農協帳の場合は、前後の札所で墨書きをしてもらい、当該札所にて自分で主印を押す。重ね印も同じである。農札は、一般は白で、色は先達の位で変わっていく。行事としては、 一般の人々も広く参加を呼びかけ秋に行われる、マンダラ大祭があり、芝藤ごまや日渡りが行われる。新四国マンダラ霊場の白衣と今朝あたり霊場には、霊場会があり、その会が認める公認選達がいる。3回順配し申請し認められると新任選達となる。その後も、むね3回ずつ順配を重ねると、県中、中、県大。 大選達と昇進でき、年数経過制限はない。最高位の特任大選達は、霊場会の総意で任命される。農札の色は、選達になると、水色、剣中は黄色、中は緑色、剣大は銀色、大は金色、特任は二色となる。また年一度6月頃に自社方と選達が集まり、一泊二日で、選達研修と親睦を兼ねた。 選択会が行われる。この項目は任期により変更があり、2020年時点での内容である。隠れ上司者の指定文化財の詳細。ありがとうございます。